ます。本当にですね、厳しい選挙戦線でありましたけれども、皆様お一人お一人のご支援で本当にありがたい。大変望みのある。ぜひ何としても勝ちたい。そうした選挙戦線が展開されていること、心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。さて、安倍政権でありますけれども、私は大変危険な政権だと思っております。その一つは安倍さんが進める経済政策、これは大企業大都会中心でありました。その恩恵が中小企業やあるいは地方に及ぶことは全くありません。むしろ中小企業の皆さんはあまりにもアベノミクスで円が安くなりすぎて、資材が高騰し、燃料も高騰し、大変厳しい経営を強いられております。先日鹿沼の企業を何件か歩かせていただきました。ある社長が言っておりました。今 来春にかけていろんな資材を値上げするというファックスが何枚も来ているそうであります。したがってこのまま円安が続けば、まさに円安倒産が続出をする、そんな心配をしております。また農家の皆さんもご案内の通り、民主党が作りました個別所得補償制度を廃止をする、さらに TPP へ参加をする、そうしたことを前提に米の値段を下げました。1俵8000円、これは戦後最低であります。農家の皆さんも呉の機械代のローンはどうするか、来年の作付けはどうするか、本当に深刻な悩みを持って今苦しんでおります。また働く人にとっても大変な状況であります。安倍さん、企業が世界で一番活躍しやすい国を作るということでありますけれども、しかし企業優先でありますから、働く人を本当にですね、惨めな方向に持っていこうとしております。その一つが、いくら頑張って残業しても成果が出なければ残業代払わない、ホワイトカラーエグゼンプション、さらにお金を払えばいつでも解雇ができる金銭解雇、そしてさらに生涯派遣労働者として働かなくちゃならないような労働者派遣法の改悪、それも考えている。これがまさに安倍さんの経済政策、労働政策であります。これは大きな過ちでありました。日本の経済社会を破壊させるものと私は考えております。何としてもストップをかけなきゃならない、そうしたものでございます。またもう一方、集団的自衛権の行使を容認することによっていつでも戦争する国を作ろうといたしております。安倍さん、国会での答弁では何度も自衛隊がイラクやアフガニスタンに行くことはない、こう答弁をしておりますけれども、これは真っ赤な嘘であります。それは先ほど発表された日米防衛ガイドラインの中間報告を見れば明らかであります。安倍さん、本当にですね、日本をどうしようとしているのか、安倍さんがやっている経済政策が進んでいけば、日本は高額所得層と低額所得層、中間層が全くいなくなって、まさに超格差社会、日本が出来上がります。またもう一方では、いつでも戦争できる国が出来上がります。まるで70年も前の戦前の日本のような姿となってしまいます。まさに安倍さんが取り戻す日本には夢も希望も未来もありません。そうした安倍さんの悪政に皆さんノーと言いましょう、ノーと言いましょう。そしてこれから枝野幹事長がしっかりお話しいただけると思いますけれども、足元の暮らしを豊かにさせる民主党の政策でしっかりと国民の皆さんが安心できる日本を作ってまいりましょう。私は今度の選挙にあたりまして、安倍さんが壊す日本の未来を立て直す、日本の未来を立て直す、地方の未来を立て直す、地方の未来を立て直す、これを私のテーマとして掲げております。どうか皆さん、今度の選挙戦、大変厳しい選挙戦でありますけれども、しかし
皆さんお一人お一人のおかげで相手候補の背中にぴったりとくっつきました。明日明後日そして投票日までには必ず抜き去る追い越す、その覚悟で頑張っておりますので、どうぞ最後の最後までよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。